皆さんこんにちは、ダイタラです。フォーエバーブルールミナス。今日もね、シンギングドラゴンやりましょうか。これですね、今日もダイビング、宴会ダイビング。いつもの海域ではなかなか出会えない、生物に出会えるチャンスってことで、左下のやつとかね、まだ会ってないんですよね。マンボウとかはあったかな。だけど、ちょっとね、この辺りの魚を探して、今日もイベント、ツアーやっていきたいなと思います。まあ、今回もね、相変わらずですけど、アンベール、ストーリーモードを進めるためにアンベールもね、たくさん進めつつ、お宝埋めたりとか、つくも版埋めたりとかしながら、イベントツアーやっていきましょう。なんかね、このイベントツアーは、普通のセッションと違って、入れる時間が短いらしいんだよね。つらい。だから、普通がだいたい、1時間ぐらい入れるのに対して、30分ぐらいしか、じゃあ20分か、しか入れないらしいんだよね、ここに。さて、これ、カレイ？ヒラメ？ヒラメだー！ヒラメ、肉食性。ヒラメ。幼魚の頃は小型の甲殻類を食べるが、成長するにつれて魚類やイカ類も捕食する。なるほどね。よくカレイとの識別が話題になるが、わかんないっす。腹側を手前にして魚を置くと一目瞭然である。腹側を手前にする。頭が左にあればヒラメ。左だ。頭が右にあればカレイとなる。なるほど。一部に例外の種もあるが、まずは左ヒラメに右カレイと覚えておくと良いだろう。みんな覚えとこう。195センチのヒラメでかすぎんか？あまりにもでかすぎる。アンベールしまくっていこうぜ、この辺の。あ、イルカとかもいっぱいいる。よし。おお、いっぱいいるぜ。バンドイルカ。あ、アンノンパルス。アンノン、あなたによりまた対処。アンノンパルスもやっていきましょう。イエーイ。人がいるね。いいじゃん。よし。グッドだけしとこう。あ、もうアンノンパルスどんどん見つかっていく。いいこと。そう。お、ニューがいるね、ニュー。これなんだ？さて、縦縞巾着台。多数の複雑な黄色と青のラインが体に走っている。だいたら。幼魚の体色は成魚と全く異なっており、白い渦巻き状の模様をしている。文字が見えないね。縄張り意識が強いため、動詞の成魚を見ると攻撃する。縄張り意識強しなんだ。しかし幼魚ははっきりとした模様の違いにより攻撃を免れている。成魚は群れず、基本的にはペアか単独で行動する。友達同色いたら怒るんだ。赤旗でか。赤旗。赤い体色が美しい裸の魚。綺麗ね。体には白い横でかすぎる。白い斑紋が数箇所に散らばっている。浅いところから深場まで広く生息し、いろんなところにいる。暖かい海域でよく見られる。似ているとされる赤旗もどきとの区別は容易で、赤旗もどき。背びれの前半部分の先端が黒いと赤旗。あ、黒い。赤いと赤旗もどきである。先端で判別すんだ。なんか難しいね、魚ってやっぱこうやって見ると。判別方法。さて、ニュー多いね、いいね。なーにこれ。スパニッシュホグフィッシュ。スパニッシュ。サバの岩礁域に生息する。金ピカ。魚の魚。すごい。と紫で分かれたバイカラーの体色が美しい。いい。よく見ると成魚はやや独特な顔つきをしている個体も多く。独特なんだ。岩礁魚として人気がある。色綺麗だもんね。小魚や甲殻類などを捕食する。幼魚期は他の魚の付着物をクリーニングする性質がある。いろいろパクパクするんだ。最大で40センチメートルにもなり、オスはメスよりも体が大きい。結構大きい魚なんだね。はい、みたいな感じでだいぶいい感じにね、見つかったんじゃない。よし、こっちの方も行ってみようかね。よし、行ったことないところ。なんかこの地形なんか前はあった気すんな、この辺。イベントはだいたいマップ同じなのかな、もしかしたら。どうしようかな、ね、とりあえず。マップの率がいい感じに上がって。お、ニュー。ね、これは。赤メバル！メバルだ。赤か？浅い岩礁域に生息する赤っぽい体色のメバル。赤いか？雨間が茂る海域にもよくいる。メバルとは、目が丸く大きいことを意味している。メバル、目丸いね。本種によく似た種として、白メバル。黒メバルなどがいるが、いろんなメバルいる。背びれの軟条の数が異なるため区別が可能である。小規模な群れを作ることがあり、産卵期は冬である。らしいです。メバルでした。よし、そうそう、今回の俺このゲームの目的は、まだ見ぬ魚をたくさん見ること、そしてレアな魚をね、たくさんね、アンベールしていくことですからね。ちょっと深いとこ行く。やっぱ怖いな。ちょっと深いとこ行くの怖い、みんな。怖い。やっぱちょっと怖い。やっぱ行けないんだけど、怖くてまだ。ちょっと待って、これはまだまだ置いとこう。
俺の勇気が出るまで待ってくれ、みんな。深いとこ行くのガチ怖くね？あ、ついに達成でーす。ラッキーエモートタグ。本部から各ライバーへ、すべてのアンノーンパルスを観測できました。以上でミッションは完了です。これでまた新しいやつが出てくるかな、これで。UML。来るぞ。何が来る？ UML。来た。本部より緊急。緊急通信。なんだろうね、今回は。海域で再び超大型の生体パルスが観測されました。現地に一番近いドローンからの映像を送信します。結構もう見たことあるやつ多いんだよね、正直言って。さて。なんだ今回は。前は鳥だったね。イベントを。反応から見てラジャーマスだと推測されます。あ、あいつか。ラジャーマス。いた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 。金ピカのシーラカンスだっけ？いっちゃう最初にいたやつだ。久しぶり。元気しとった？2回目だね、これ。なんかあんのか、2回目って。まあ、一応捕まえに行こうか。探しに行こうか、場所、これ。うます。めちゃうます。ん？下から見てみた。ラジャーマスを発見しました。はい。本部もこの生物の透明化能力には舌を巻いています。再度注目し、データ送信をお願いします。すごいね、透明になれる能力。でもこれもうみんな、あ、本部から各大、ありがとうございます。しかし本生物の透明化能力にはつくづく驚かされますね。これなんかあんのかな、2回目だけど。得たのか、研究のしがいがありそうです。ラジャーマスが出現した海域では、はい、黄色い光が確認されています。金ピカね。これらは本種から排出された老廃物。光る老廃物。微細な有機物粒子と推測されています。とりあえず見に行こうか。一応今回のラジャウマスの再発見の功績は本部も称賛することでしょう。報酬も期待できますね。現金もらえますか。ラジャウマスは調査本部の最重要調査対象の一体です。それゆえ遭遇を果たしたあなたには本部から優先的に依頼が届く。 ありがとうございます。次の本部からのオファーを楽しみに待ちましょう。ちょっとよくわかんないですけど、さあ、ウマウマスどこだ、どこにいたんだろう。よいしょ、ちょっとワープしよう。近くに行かせてもろて、なんかね、あのシェアリングした人とはなんか行けるんだよね、近くに。キラキラしてる、めちゃキラキラしてる。すごい綺麗ねえ。綺麗だけどここはどこかわかんない。暗すぎるここ怖い。多分こっちかな、だろう。なにこれ、不生物これ、なにこれ、生物これ、嘘、深海ここ来たの。ラージ、迷い合いおいクラゲ。なにこれ、水晶と呼ばれる傘部分と糸状の器官に分かれる。変な生物いる。このだと全長は40メートルにもなる本種は、小さな個体が集まり構成された軍隊生物である。各個体は捕食、生殖、攻撃、防衛など異なる分担をしており、役割に適した形状になっている。いろんなやつなんで、体は崩れやすいため、その生態を捕獲することは困難とされる。クラゲの変な種、これ意図せず来てしまったわけだ俺は。あ、いた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 。ラジャウマス、ラジャウマス、デカウマス、デカすぎすだ、デカすぎす。いやー、とんでもないゲームっすよ、皆さん、このゲームは。深海来ちゃったから、せっかくだから深海見るか。俺、潜る過程が怖くてさ、もう一回潜ってしまったらもう、大丈夫でしょ。なにこれ、深海魚。なに、天狗銀ザメ、銀ザメの仲間だが、すげえ。天狗のように糞、鼻先部分が前に長く伸びて、こんないるんだ。深海性であり、その目は他のサメに比べて大きい。オスよりメス個体の方が体は大きく、変な色してるね。全長は 1.3 メートルほど。大きく発達した胸びれを上下に動かし、ゆっくりと遊泳する様は、かわいい動き方してる。まるで空を飛んでいるようにも見える。深海魚です。やばいなここ怖いな。深海、これも生物、グソクムシじゃんこれ。ねえ、ダイオウグソクムシ、ダンゴムシの仲間で、クソクムシがいる。世界最大の刀脚類、
やば。普段は海底で動かないことが多いが、動かないんだ、動いてない。泳ぐ時の速度は意外と速い。目は3200個前後の小眼が集まってできた複眼で、見た目はサングラスをかけているようにも見える。確かにグラサンかけてる。5年以上何も食べなくても生存した例があるが、すげえ。なぜ大きな体を維持できるのかは不明である。グソクムシ、グソクムシちゃんですよ。皆さん可愛いね。さあ、地下世界、深海、怖すぎる。なんだここは、知らねえ魚いっぱいいる、怖いよ。なにこれ、イカ？これクラゲイカ、クラゲなのかイカなのか。全身に斑点状の発光器がある。タコやん、生息する。見た目、左右の目は大きさが異なり、ね、大きな左目は上に向けて泳いでいる。ああ、左目は黄色の水晶体でできており、カモフラージュ。これは上向けてるやつ。見破ることができるという。逆の目は小さな右目は自分の下にいる獲物を探す役割を担っている。なるほどね。マッコウクジラの胃からよく見つかるという。マッコウクジラの腹の中にいるんだ、いつも。おもろい顔、体しとるな、おめえ。なにここ、なんか吹き出してる、地下。なんだここ、怖い。なにこれ、なんか地下にも変な生物いる。なにこれ、キモい。知らん。深海の熱水噴出口、チムニーに生息する甲殻類。これ甲殻類。400度に達する熱水からわずかに離れるだけで氷点近くまで下がる過酷な環境下で生息している。やば。その外見からイエティクラブ、雪男ガニとも呼ばれる。雪男なんだ。目は退化しており、ほぼ見えていない。な、見えないんだな。ハサミ部分にバクテリアを蓄えており、熱水付近で75センチが主食である。なかなか、こっちだと普通に分かりやすいね、カニ。でかすぎるやつが全然全長わかんねえ、でかすぎて。ね。光が集まりました、だって。とんでもないゲームですよ、これ皆さん。なにこれ？これなにこれ？橋かかってるけど。深海の不思議。これ調べられない。怖い、ここ。何なんだね、このステージはよ。めっちゃ、なんかめっちゃいる。何この生物？サメ？ねえ。デカディザメ。よいしょ。あ、なんか見っけ。赤いやつ、真っ赤っか。赤クジラウオダマシ。クジラ？お前。クジラのように大きな口がある深海魚。鮮やかで真っ赤な特色をしているが、深海に赤や橙の暖色系の光は届かない。あ、届かないんだ。そのため深海ではこの色の方が暗色の闇に溶け込みやすいという。ああ、そういうことでこの色なんだ。素材のような独特の手触り感がある。はい。甲殻類などを捕食しているようだが、その生態については謎も多い。深海魚だからね、やっぱ全然発見されることもなくっていう感じなんだろうね。魚としてティーポットひび割れてます。何このお魚、知らねえのいる。でかい、こいつ目でかっ。だら、全長大だら。1メートル前後の底だらかの魚。タラです。底だらはタラ目の中でも最大のグループで、底だら3の底だらが存在する。そのすべてが深海性である。リブにかけて糸のように細く伸びるシルエットが特徴的。体表は白っぽい。他の深海魚を捕獲する際に本種が水揚げされると食用にされることは少なくないようだ。食べられることは少なくないってことは、食べられてるってことは少なくないようだ。言い回しような。さて、なんかいろんな生物がいるね、ここ。怖くなっちゃった、帰ろう、上上がろう一回。なんかいる。あー、ダイオウイカじゃないこれ。でかい、怖い。ダイオウホウズキイカ。ダイオウホウズキイカ。世界最大級の無脊椎動物として知られている。でっか。目が動いた。カラストンビの大きさはダイオウイカをもしのぐという。体が大きくても代謝を抑えて生きており、捕食したわずかな魚でも数百日生き延びることが長生きなんだね。触腕には吸盤の代わりに回転式の鍵爪があり、獲物の確保に役立っているとされている。回転式なんだって。変な生物がいますね、この世界には。上がろう、上上がってる、これ。上か下か分かんなくなりそう、これダイビングしてたら。あ、これ探したかった魚だ。何こいつ。
フリソデウオの幼魚。幼魚。成長するにつれヒレの長さに変化があるし。長い。幼魚自体は長い背びれや腹びれを持つが、成長するにつれ縮小し腹びれは消失する。え、消えるんだこれ。幼魚は泳ぐ際ほとんどを背びれに頼ることになるため遊泳力に乏しい。あ、ザコ、ザコってことね。生態的にはリュウグウノツカイに近い種であり、めったに発見されない点も似ている。リュウグウノツカイっぽいやつなんだねこれ。鏡台。体は円形で、はい、何これ。体に鱗はなく光って見えるため金属製の鏡に似ている魚である。頭が内側にへこむような形になっているため、へこんでる。姿が似ているマトウダイとは区別できる。幼魚期は黒色斑が多数あるが、成長につれ薄まる。深場に生息し単独でいることが多い。深海魚的な感じ。こいつも深場だもんね。イカ類を捕食する。イカ食べます。この幼魚食べてる。大丈夫、仲良し君だ。よいしょ。この辺、ここも深いな結構。なんか全部深いわここ。怖いな。上がりたいけどね。今の魚の大人バージョンを見つけたいなと思いつつも、さあ、あとわずかだって。あと3分だ。イエー。何こいつ。え、 UML の消失。あ、分かった分かった。今の魚見たいんだけど、こいつ。黒トカゲギス。全身が真っ黒で、トカゲギス。禍々しい見た目の深海魚。比較的温暖な海域の深層に生息している。すげえ。上あごにある歯は細長い櫛のような形状をしており、下あごにはヒゲがある。ヒゲがあるね。体側には31から35個程度の発光器があるほか、発光器光るんだ。発光斑がエラブタなど数箇所に散在する。背中側に発光器は持たない。背中にはない。なるほどね。よいしょ。さあ、いろんなとこ来てますけど、いないね。さっきのやつの大人バージョン。何これ。あ、竜宮のつけじゃないこれ。ね、違う、これがさっきのやつ。大人だこれが。酒頭、でかい。酒頭、口先にかけての形と長い体、優しい目が特徴的な。優しい目だって。竜宮の使いに似ていると言われる。背びれを動かしながら立ち泳ぎをしている姿が目撃されている。深海の水圧にも耐えられる体はブヨブヨとしており柔らかい。体長は大きいもので2メートル以上にもなるが、その尾びれはとても小さいものである。尾びれは小さいらしいです。ねえ、あ、なんかアイテムある。よいしょ。めっちゃアイテム落ちてる。ラッキー。すげえ豪華絢爛ガーニチュー。あと1分ちょっとしかない。出た、王室のティーポット。いいね、星2がめちゃくちゃ埋まった。でかいぜこれ。よし。まあでも今回は割と、ねえ、深海系のね、こいつのね、うん、フリソデウオ。深海系の魚が割と見つかったっていうか、発見できたんで、個人的には割と大満足だらなんですけど。マンボウ、マンボウ。俺、マンボウ、マンボウ。初めて見るやばい魚たち。ちょちょ、これ何これ。バタフライ。マルケさんバタフライ。下り坂を想起させるような斜め模様が入っているのが特徴の蝶々魚の一種。下り坂、蝶々魚。斜めだな。鮮やかで派手な黄色い背びれを持つ。ね。岩上にも黄色のラインがある。水深に10メートルより深場の岩礁や砂地に隣接しているサンゴ礁の斜面などに生息し、でかいね。サンゴのポリプを食べて生息している。でかい魚が、でかい魚がいます。マンボウ、マンボウ、マンボウ、今の。いやー、もう10秒しかない。帰るか。ねえ、なかなかにいい遊泳でした。皆さんさよならさよなら。終わっちゃった。はい、ということで今回です。どん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 といい感じじゃん。めちゃくちゃよし。レベルは上がってないか。いやでも今回割と深海とか行ってね、できたけど、つくお版が何も進まなかったかなっていう感じ、今回実は。やば。やば。マジでやばいじゃん、それ。どうしよう。シンキングドラゴン、ちゃんと頑張りましょう。まだ20ですね。
さあ今回ゲットしたお宝ね、豪華絢爛ガーニチュール、すごいね、豪華絢爛とか自分で言っちゃってるもんな。まあ今回も割と発掘品も何個か見つかったからいいんじゃないね。ひび割れたティーポットね、王室のティーポットでもこれぐらいか、多分今回ゲットしたのは。さて、アンベールどれぐらい進んだかな ?2500。あ、まあ言うて、アンベールも進んでるね。さあ、イベントツアーまだね、楽しめそうなんで、もうちょっとやってみましょうか。ね。さあ、次回もまたよろしくお願いします。それじゃあ、大太郎でした。おつっぽいよ。面白い、このイベント。